ワンコよどうした？吠えられたけど。お、迎えに来た。おはよう、いいな。今日は予選試合だ。早速闘技場に行こうぜ。まだ予選やけんね。お、この二人がチームなん。いい？私が魔法をドババーってやるから、その隙にあんたがガーッとダラダってやるよ。ドババーがダラだったら、合点承知だぜ。絶対わからんやろ、そんなんで。確実にわからんやろ。お、これから試合かい？控室の中には視聴者が休めるベッドがある。もしも体力に不安があるなら休んでいきな。こう見えて俺様はシンプルな資格を持ってるんだ。よかったら試合前にお祈りしていくといい。というわけで。マジか。信じる者は救われるってな。神父もやってる俺様に何か用かい？大丈夫。いやーなんか、新鮮やね。超新鮮やね、こんな神父さん。じゃあ行くか。弱いな。いよいよ試合が始まるぞ。準備はできてるだろうな。できてます。よし、いい返事だ。それじゃあ一発ぶちかますとするか。てか髪型かぶりまくりじゃない？主人公と。なんかここはもっとちゃんとさ、髪型を変えてくれんと、サラサラヘアコンビとか言われたら嫌やん。お待たせいたしました。ただいまより予選第一試合を行います。ハンフリー、アユナチーム、ガレムソン、ベロリンマンチーム、舞台へ。お！ベロリンマンってさ、結構前にも出てなかったっけ？あ、こいつか、こいつか。確かにベロリンマンって顔やわ。ほう、ガレムソンか。この間の一件といい、つくづくお前とは縁があるようだ。ち、いきなりチャンピオンが相手か。俺っていうやつはどこまでもついてないぜ。おい相棒、作戦は分かってんな。チャンピオンの方を後回しにして、まずはあの兄ちゃんを叩きますんだ。チャンピオン一人ならまだ勝機はある。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツで、ハンフリーにやらを押し潰してやろうぜ。ええー、やめてきちゃない。ベロ、ベロ、ベロロー。大会に優勝したら女子にモテるベロン。だから頑張るベロン。ええー、モテんと思う。もう見た目が違うよね。てか主人公マジで目綺麗やね。両チーム気合十分。準備も整ったようです。それでは予選第一試合。お、はじめ。マジか、普通に戦闘か。ベロリンマンとガレムソンが現れた。超強そうなんですけど。超強そうなんですけど。いや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 、先にチャンピオンの方狙ってない？普通に。普通に。あ、一応あれないよね。このチャンピオンの方は、分身とかするの人間じゃないやん、もう。どれよ。ベロリンマン降りすぎやろ。でも、これよ、これやったよね。偽物？まさかの。ちょ、待って待って待って。それか、本体。待てよ、おい、増えすぎやって。増えすぎやって。これやね。お、本体。あ、でもどうなんやろ、こういうのって。偽物減らした方がいい？偽物減らした方がいい？でも本体を倒せるんならね、倒してしまった方が、そりゃもちろんいいんやけど。いやなんか今になって急に、急になんか私集中攻撃しよるけど、一番最初チャンピオンに一発いったけんね。待って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 。さっき倒したんじゃないん？偽物あれ。どういうことよ。いやー二人ともゾーンに入った。ちょ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 。ダブルヒッププレス。こっちの二人はない。ゾーン攻撃。いやー、うわ、怖っ。ちょ、待って待って待って、やばいってやばいって、普通にやばいって。ベホイミ。ちょ、待って、こっちの方がよく効くとかない？別に。薬草。ひえー、もう普通に、普通にベホイミで行くか。よし。頑張ってこう。めっちゃやっつけたつもりやったんやけど。あ、ありがとう。ありがとう、条約層使ってくれて。
いい人だな。いい人だな。いや、まあ、優勝したいけんやろうけど。あ、さっきの本物じゃなかったんか。なるほど、そういうことね。そういうことね。ありがとう。おっしゃ、ゾーンに入った。ね、ハンフリーさん、あなたは、あなたはゾーンに入らないんすか。入ってほしいんだけど。あ、もうなんかずっと私の援護に回ってくれとるね。どうもどうも。どうもどうも。え、でも正直、正直ね、あの、ハンフリーさん、あなたよりもこっちの方が攻撃、攻撃力あると思うよね。いけー、やったね。ガレムソン、ベロリンマンチームに勝った。イエーイ。余裕余裕。武器も買い替えとったしね。覗きに来た。そこまで、勝者、ハンフリー、アユナチーム。イエーイ、盛り上がってる。え、でも思ったより人少ないんやけど。普通に少ないんやけど。やるじゃないか、アユナ。思った以上の強さだな。あそこまで戦えるとは思わなかったぞ。いえいえ。一応謙遜しとく。次の試合が始まったみたいだな。あ、そういえばあそこは？おお、すごいぞ、あの大ナブトウカ。お、あそこか。姫とか言う。おお、めっちゃ動くやん。ほら、姫で舞踏家ってもう、アリーナやん。あ、マジか、神も出とんか。まさかの。いやー、やられちゃうの？ちょ、神頑張って。え、じゃああの二人は？あの二人も出とんかな？あの二人、あの三人か？あの三人も出とんかな？くそ、足が見えねえ。こいつ何者なんだ？大丈夫か？神が押されてる。え、おじいちゃん見てるだけ。ち、あのじじい余裕かましやがって。そっちを先に攻撃とか。お、なになに？好きだらけよ、坊や。何をしようとしたの、神は。やられてるー。ああ。そこまで、勝者、ロー、マルティラチーム。こいつはたまげた。あの姉ちゃん相当できるぜ。なあ、ハンフリー。さすがのあんたもうかうかしてられねえんじゃないか。ああ、そうだな。いや、しかし優勝しなければ。その後もアイラとハンフリーを危なげなく寄せ浮かし進み、ついに決勝トーナメントへと進んだ。マジか、いきなり決勝トーナメントに連れてかれる、私。予選を突破し、決勝トーナメントに勝ち上がったのはこのチームです。あ、ここやろ？なるほど、まだいっぱいおるんやな。え、あれは何？三人組？ハンフリー、アイナチームがこのまま勝ち進み、チャンピオンの座を防衛するのか。それとも、華麗な足技で、他を圧倒した今大会のダークホークス。ロー・マルティナチームが阻止するのか。果たして優勝の栄冠を勝ち取るのはどのチームなのか。それでは皆様、決勝トーナメントをお楽しみに。それは別日ってこと？別日っぽいな。あなたと決めたらラッキーだったぜ。おかげで今回も優勝できそうだ。それじゃ、俺はこれで失礼するぜ。個人で子供たちが待ってるんでな。あ、個人？なるほどね。そこの子供たちの面倒を見よるんや。偉いなぁ。偉いなぁ。初出場の割にはなかなかやるじゃないか。しかし、マグリは二度も続かないぞ。次はもっと強い相手と当たるから、用心しておくことだな。なんだ、負け惜しみか？確実に弱いやろ。お、みんなおる。なんかいいよる、神が。言い訳？ちょっと、あんた何やってんのよ。あんな女に負けちゃってさ、予選落ちなんて見損なったわ。待て待て、相手が強すぎたんだ。あの女、たらもんじゃなかったぞ。そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの？あの人すごいセクシーだったし。お姉様、あの方たち。お、何？来た。あ、来た。すまんの、お主たち。ちょいと道を開けてくれんか。あ、ごめんね、おじいちゃん。姫よ、では行くとしよう。
どこの姫なの？ハンフリーに気をつけなさい。え、何？どういうこと？実は魔物とか。ハンフリーに気をつけなさいって一体どういうこと？もしかして今この街で話題になってる行方不明事件のことでしょうか？今グロッタでは大会に参加している闘士が次々と姿を消す事件が起きているそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら、あ、そっちより楽で多分誘拐しよる側やと思うけど行方不明事件なんて初めて聞いたぜ。厄介なことが起きなきゃいいが。アイナ、お前パートナーのハンフリーのとこへ行ってちょっと話を聞いてみてくれ。あれやない、ハンフリーのね、相方になったやつがことごとく失踪しよるとか、この街に行方不明事件が起きてるなんて驚きですよね。ハンフリー様大丈夫でしょうか。アイラ様、試合後でお疲れでしょうが、ハンフリー様の様子を伺いに一度孤児院へ行ってみてくれませんか。東の階段を降りたその先にある立派な聖堂が孤児院だそうですわ。どうかアイラ様もお気をつけて。これってさ、今この段階ってなんか優勝するまで外に出れんとかそういうのあるんかな。今ハンフリーのところへ行き話を聞いた方が良さそうだ。なるほど引き止められる。あ、あそこにもおる。ほら、しかも2匹。気になりすぎる気になりすぎる。ん？ここから降りれない。マジか。まあ私は何もかもさ、ゼルダみたいな感じに考えとんやけど全然ダメやん。降りれんやん。どっから降りていくんこれ。ここか？あ、ここや、ここ、ここ。よーし。どうした、犬。ワンコよ、どうした。吠えられたけど。お、行方不明事件のこと、ちょっと気になるから、私たちも聞き込みすることにしたわ。もしハンフリーが狙われてるなら、ハンフリー自身が、最近怪しい人とか見かけてないこと、ないのかしら。もう本人直接聞く気ないわ。この階段降りた先にハンフリーがいるから、心当たりを聞いてきてよ、アイナ。いや、本人だと思うけどなぁ。何あれ、防御屋？じゃあ、またな。あ、そして武器屋。これ、暗い剣かな？めっちゃなんかネオンがすごいね。飲み屋みたいじゃない。え、どこ行った？え、ハンフリーどこ行った？なんか消えたんだけど、普通に。あ、あっとる。おお、なんだなんだ。おお、なんだ、あんただったのか。悪い奴に付きまとわれてるかと思ったぜ。ふふ、怖っ。最近行方不明事件とかって、物騒だろ？ちょっとペリペリしてたんだ。驚かせてすまなかったな。まあ、立ち話もなんだし、中に入ってくれ。孤児院？あ、やね。おお、いっぱい子供おる。おかえり、ハンフリー兄ちゃん。みんなのお兄ちゃん的な存在。あ、女の子一人だけ。お前たち、いい子にしてたか？その人誰？この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないでいい子にしてるんだぞ。外に遊びに行ったんかな。ここは俺が生まれ育った個人でな。舞踏会で稼いで賞金をやりくりして、なんとかやっているんだ。あ、なるほど、ここ出身なんか。俺は舞踏会で勝って勝って勝ち続けて賞金を稼がないといけない。あいつらの笑顔が俺の全てだからな。まあ腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。頼りにしてるぞ相棒。アイナはその後もハンフリーに取り留めらない話に耳を傾けた。結局聞けたのか怪しい人物がいないかは。あれや、もうこんな時間か。すまんすまん、すっかり話し込んじまったな。ところでアイナ、お前俺に用があってきたんじゃ。お、事件の予感。え、なになになに？子供たちがおらんとか？今俺の部屋の方で物音がしたような。え、なんかガシャガシャ言える。間違いない。俺の部屋に誰か嫌がる。なんか侵入したっていうよりは出してくれ的な感じのガシャガシャな気がするんやけど。一応大人もおるんか。こ
この孤児院泥棒が。アイナさんお願いします。どうかハンフリーさんの部屋に行って、手助けしてあげてください。あ、孤児院にまだ部屋があるんや、ハンフリーの。どこどこどこ。こっちか？なんか大変そうやね。なに、守ってんの？まさかアイナ兄ちゃんはこんな時に僕らを置いてどっかに行っちゃわないよね。ハンフリー兄ちゃんが心配だし、ちょっとだけ様子を見てきてくれよ。お願いアイナ兄ちゃん。あそこ出口？ちょ待って、ハンフリーの部屋どれよ。どこ？あ、あっちか。あっちか目的地。ちょっと待って、ちょい待ってね。ん？びっくりした、縛り付けられとんかと思ってん。焦るー。あれ、上に上がっていかんかったっけ、気のせい。え、どこ？ん？あれ、でもこっちの方向か。待って、迷子になった。個人の中で迷子になった。え、どこ？こっち？あっちは封鎖されとるし、この辺のどこかってことか。あ、ここ？ハンフリーさんがすごい勢いでこの部屋に入ってたの。一体何があったの？ここやね、オッケー。え、めっちゃ荒らされとるやん。そう、賊に入られたか。賊め、俺の大事な孤児院に盗みに入るとはいい度胸をしてやがる。大会が終わったらとっつめてやるからな。誰かわかるんかの。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、アイナ。今日は遅いし、うちに泊まっていったらどうだ？ほいほい。明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えて、ゆっくり体を休めておくとしよう。起きろ。起きろ、アイナ。今日から本戦だぞ。お、始まるか。今日から。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。